さあということで今週は鶴瀬駅にやってまいりました、はい、おすすめスポット第3位と駅の周辺を紹介したいと思います。それでは行きましょう。行きます。さあ駅の前がこちら、駅前通り商店街が、東口にあるのでちょっと行ってみましょう。さあここなんかえらい昭和の昔ながらのお店の感じが、ちょっと中の雰囲気だけね、昭和の感じがめちゃめちゃしますね。これなんですか。珍しい飲み物来ます。うわ、三ツ矢サイダー。いや、そっち？いや、あるよ。あ、こっち。これ確かにあんまもう瓶ね。これ昔実家の近くにね、チョコボールジュースの。チョコボールジュース。あれは見たことないです。これもだいぶ珍しい。さあ、もうビリビリに破れたこの後ろにいらっしゃいますって書いてるところが、これがもう懐かしい。ちょっと行ってみます。行ってみましょう。うわ、 ありがとう。これ見てください母さん、これこの横のタイプ、ね、かかってる。でこちらのシャッターが第3位が豆腐どころ今井です。さあ、まずこちらの豆乳140円で、買ってもらいました。これ量にしたら 200ml ですかね。結構多いですけど、ちょっと飲んでみましょう。おいしい。お豆腐の本当に味がちゃんとしておいしい。これうーん、これは体に最高です。さあ続いてこちらがお豆腐、醤油もちょっとかけていただきましょう、お母さん特別に。ちょっとじゃあいただき、絹のねお豆腐、こちらが150円のおすすめ。いただきます。滑らか。醤油との相性やっぱバッチリだな、これ。うわうまい、ツルツルいける。お豆腐スープ使ってたもんね、その醤油。あ、この醤油が、うん、おいしい。どんどん進む。これで150円は超安いです、これ。さあ、ということで鶴瀬駅の、周辺とおすすめスポット第3位を発表しました。それでは、はい、皆さんまた見てね。行きましょう。そうだ、はい、埼玉。チャンネル登録してね。風が強い。風強いな。風が見てください、この風。はい。この世の終わりみたいな感じですね。うわ、すごい風が。うわ。まあね、そんなことよりもね、埼玉チャンネル登録してね。ということで、皆さん、登録してねー。